黒いとか白いとか、いやあのどっちかに合わせることだ。編集するときパッと見て黒と白やでちょっと明るさ調整するときにこう高ちゃんに合わせてやると俺編集長なんか微妙ななんか感じない、編集長に合わせると高ちゃんがすごい面白くなっていくっていうか、そうなんですよ、なんか白くなるんですよね。もうね俺そんな黒ないで悪いけど、いや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 、どこを取ってそう言ってるんですか。冬やね、まあ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 、もうそんなもう今こちらの顔色に影響するっていう、ね、ちょっとライトがどうにかなるかなっていうちょっとあ、そうやっていろいろ6つもやったもん、そうなんです、マジで。というわけでございまして、はい、1週間のご無沙汰でしたね、1週間のご無沙汰でございましてね、はい、あの昨日じゃなく先週ですか、はい、先週の動画で、はい、あの400回のですか、ダジャレクイズっていうのがもう間もなく400回、まあ、皆さんからいろいろ来てますよっていう、はい、こと言いましてね、はい、あのまあ、400回になったらどうするんですかみたいな問い合わせがあって、もうやめてもいいんじゃないっていうのがありましたら、またいろいろあのお便りというか、あのメールいただきまして、あのちょっと一つだけ読んでみたいなのが来たんですよ、これ、はいはい、すごいですよ、あれですよ、ほらあ、岡本さん、ほら、水田市の岡本さんですよ。岡本さんご覧いただけますか、ダジャレクイズ、考えつかないならばしばらくは過去の問題ではいかがでしょうか。栄えある第一回目忘れていますもんねっていうことなんですが、私自体がその忘れてるというか、あれ残ってんの、あの問題って残ってないよね。あっちですね、カースメールですよね。ね、それが分かんないってことはもうないってこと。まあ紙面で特集を組んでもいいくらいだと思っていますっていうね、私で明日の読み派は配信止めるんですってっていうことで、では明後日の読み派もしくは今日の読み派などと新規一転してよろしくお願いいたします。わかりますよ、あなた長さん、はい、松田さんって書いてますけど、まっちゃん、まっちゃん、はい、松田さん、皆様ここを入れ替えて読みましょう。はい、わかりますか、もう、はい、なんなら時々高さん通信の週も作りましょう。これでいいと思いますよ。これはなんなら時々じゃなくてもう毎週高さん、ちょっと短いやつ、いやいやいや編集長はあとは動画でと文章を縮めちゃいましょうとそうすれば部下の皆さんも呼んでくださると何て言うんですか、何てこと言うんですか、岡本さん、ありがとうございます。本当にないですか、岡本さん、ね、本当ですね、ありがたいですね。岡本さんのためだけに、じゃあ、はい、岡本さんだけに配信を続けるで、今週の読売ファミリーでございますが、はい、なんと皆さん、お待たせいたしました。何て言いました今、お待たせいたしました、お待たせいたしました、はい、来ちゃいましたよ、来ちゃいました、すり上がってます。なんてかっこいいんですかこれ。本当ですね。どなたですか今日は。ちょっと言ってください。ニュースの小山慶一郎さん。今回ねこの今カメラ持ってます、はい、桜井記者がね、はい、なんと東京にね、自腹で行ってくれまして。いやいやいや違う。いやいや違いますよ。プライベートで会いに行く。違うんですか。どんな印象でしたか。いやもうね、やっぱりかっこいいというのがまず来まして、ね、お話しされててもものすごい優しい方やなと、もうメンバーへの愛とか家族へのこの思いとかをねこうインタビュー中もねものすごい温かい雰囲気でね語ってくれるんですよ。なるほど、一緒やわ。いや本当に今回はねもちろんその番組というか、いうことよりもどちらかというと4月から始まる全米じゃない全国ツアーね、全部と、それにねアルバムのリリースとアルバムで、本当だ、いやですね、まああのニュースご存知の方もいらっしゃると思いますが、こうメンバーがね抜けたりとかでこう大変な時期があったからこそ今の自分が輝けてると言いますか、セキララじゃないですか、はい、そういうことも含めてしっかりと、はい、2016年の8月24日後、去年ですね、に登場したセクシーゾーンの中島健人さんと食事に行きたいと話されていましたが、あ、そうその後が語られた、その後日談を、はい、ね、読者からの質問こんなもできてますが、はい、よく見る夢は、あーこれ流行ってますもんね今、うん、ね、それが見ちゃうんですね、うん、ハマっていることは、そうなんですか。そうなんですよ、これで盛り上がりましてね、えこれどう
盛り上がるもこれで。そうですか。あ、こんなんもありますよ。そうです。あのニュースキャスターをやられてるんで、はいはいはい、やっぱりこう日頃からのね、この世の中の動きを見るために読売新聞を撮っていますがとか、ね、撮ってくださってるのね、はい、それ以外にもほにゃらららっていうのを、あ、そうなんです、ほにゃららほにゃらら新聞っていうのを撮ってくれて、ね、読んでいただきたいポイントですね。もうこれね、でもね、読んだことありますか、はい、これものすごい分かりやすいんですよ、実は。ニュースを解説するという意味でおいて言うとね、あ、これもしかしたらいいかもしれませんね。ものすごい若い方には特におすすめ、役立ってると言ってはりました、ね、若い方やんで、はい、我々年寄りはもうめっちゃ勉強になります、うん、勉強になりますよね、うん、手越はなんとか、まっすーはほにゃらら、しげはなんとか、あ、出てきてますね、かなり尺取ってますけど、ね、なんか文章量多い気がします、いつもよりうまいね、そうすか、ボリューミーな感じ、ボリューミーですよ、ね、ボリュームがボリュームがあってね、記事に、はい、それなんていうんですか、ボリューミー、ボリューミーですか、あ、もう言っちゃいましょうか、もうんちょっとこう重大発表しましょうか、今日、あ、はい、いや、ちょっと見えたんで、 あの実は次週3月22日号はちょっと読んでください。はい、女優の大地真央さん。そうなんですよ、大地真央さんで、これまた綺麗んですよ、でしょうね、ちょっと写真見ましたけど、びっくりするほどあのお年でこのお顔という、うん、これまた来週ね、楽しみにしていただきたいんですが、うん、がですわね、かに点々ですよ、はい、がですさ、その次3月の29日号、はい、発表しちゃいましょう、はい、しちゃいましょう、はい、ね、なんと嵐の相葉雅紀さんです。相葉くんですよ、行ってきましたよ、これね、はい、春の読売ファミリーね、はい、ぜひ楽しみにしていただきたい、うんうん、これまで近づいたらこのラインナップ、4月から5月にかけてのラインナップ、これまた豪華というか華やかというか、その先陣を切って第1号ね、嵐の相葉くん、はい、ね、バファローズ、オリックスバファローズというと、これ今も WBC でもね頑張ってくれてます、世界的な強豪ですよね、なんとキャッチフレーズは野球まみれ、え、これ笑っていいんですか、野球まみれいじってないですよ、私はいじってないですよ、これはオリックスはね、一生懸命の勝が、まあ、勝つというね、どんだけ勝つ、勝つねんっていう、でも私実はオリックスファンなんですよ、あ、私もう何回となく去年もね、球場に足運んで行かれてましたね、行きます、今年も行きますよ、本当に、はい、だからね、皆さん今キャンプ終わってオープン戦なんですけど、うん、私もちょっと今キャンプ終わってオープン戦、うん、気持ちは、そう、気持ちっていうか、やっぱりこうグラウンドでね、応援だから、こうこれですよプレー中にこう、こう名前なあ、あ、あら、出た出た、なんと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 、我々がいつも言ってる、はい、まあ、癒着をしてるという森さんによく言われてますね、そう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 、スマダンの70年記念 CD というのがいよいよ発売やいう記事がドカーンとなってます、おめでとうございます。これしかしあれですね、うん、これジャケットですか、みたいですよ、お借りしました、これすごいですよ、ちょっと、まあ、まだ森さんの方、これ森さんと辛坊さんが ねかっこいい、これなかなか渋いじゃないですか、ね、スーツにビシッと身を固めてレンガの何ていうんですか、ね、なんていう壁にこう、うん、こうね、腕を踏んで、うん、あ、これなんですか、これは、そう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 、え、なんなんですか、これは、なんかね、え、なんかどっかで見たことある、サンタさんに紛れて、あ、そう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 、なんかライブ音源も入ってるらしくて、その1曲が、うん、この時の14年我々が踊ったやりましたね、この2人が踊った映像が皆さんこちらでございますんで、どうぞご覧いただきたい、どうぞご覧いただきたい、今のです、これです、どうですか、これみたいな、3年前のお二人なんでね、ぜひご覧ください、懐かしいね、大御所の隣にスマタンバンド若干生地大きいっていうね、あ、こっちの方が買ってますか、買ってますね、あらららら、素晴らしい、船木大先生、この方もごっつい、ね、熱烈なファンがいらっしゃいますんで ね、貸し切りはできなかったんですが、うん、今回でもね、日にちを洋産目に設定しまして、 すごいですよ、5月の6日から19日まで間ですけどもね、うん、12,000円、昼飲むか9,500円で、おー、だからええ日を選んでもらうといいんですよ、あ、そうですね、これぜひぜひね、皆さんね、お買い求めいただきたいと思います、はい、というわけでございまして、今週はこの辺で、はい、お開きにしたいと思います、はい、どうもありがとうございました、はい。